待って、あ、こんにちは、ごめんなさい、めっちゃ遅れちゃった、待って、こんにちは、ごめんなさい、すごいお待たせしちゃった、ごめんなさい、時間ちょっとバタバタしてたら遅くれちゃって、ごめんなさい、花江坊主、隣に花江ちゃんがいます、隣から、ごめんなさいめっちゃなずきちゃんの声が聞こえる、あの私今こっちのクマさんをやろうと思ったらできなくて、こっち側まだできてないんです、変な格好しててごめんなさい、こんにちは、笑顔の話されてありがとうございます、そうです、隣すいすいです、ごめんなさい、そうなんです、あの配信できる時間が限られてるので、昼休みっていうかその時間にみんなやろうと思うとごめんなさい、多分めっちゃうるさいと思う、ごめんなさい、一部ありがとう、あ、ありがとうございました、あの一部はメイドさんの格好に猫耳のカチューシャをつけてて、かなり恥ずかしかったですね、あの思った以上に恥ずかしくて、今2部が終わったところで、それでやばかったんですけど、でも恥ずかしかった、え、でも次の2時からの3部はチャイナドレス、ちょっと見えちゃってるんですけど、チャイナドレスを着てクマさんをする予定だったんですけど、ちょっとできなかったらあの高めのツインにします、こんにちは、ハーフクマ、ハートありがとうございます、遅れちゃってごめんなさい、本当に星の木とかカウントとかありがとうございます、ハートありがとうございます、うわ、ハートたくさんありがとうございます、ありがとう、配信ありがとう、こちらこそ来てくださってありがとうございます、めっちゃ可愛かった、よかった、優しい、楽しみ、チャイナでもちょっと髪型苦戦してるので、できなかった時の補助案で出したクマさんでも許して、クマさんじゃない、高めのツインでも許してください、ハートありがとうございます、こんにちは、楽しみにしててください、ハートありがとうございます、こんにちは、笑顔のあの最低ありがとうございます、ご飯食べてないです、あの着替えて髪やって、あ、配信の時間だってなって、配信場所どうしよう、え、待って、どうしよう、ここちょっと使ってもいいみたいなことをずっとやっていたら、ご飯を食べる時間がなかったんです、ハート、タコさんありがとうございます、花江が一番大好き、やった、私が一番ですよね、花江ちゃんコスプレすごい似合う、え、本当ですか、よかった、ハートありがとうございます、あ、なんかわいい、優しい、でもあのいつも家で最善の状態で配信してるので、今ちょっと家じゃないので、なんて言うんだろうな、あのちょっと下からアングルだったりライトが弱かったりして、いつもより映りが良くないです、ごめんなさい、ハートありがとうございます、今日のぬいぬい、今日のぬいぬい今ここに持ってない、ごめんなさい、黄色ありがとうございます、こんにちは、そうです、隣なつきちゃんです、声しますか、ごめんなさい、みんな配信してるので、あ、届かない、あ、見て見て待って、うちのチョーク、そう、こっちだけ、こっちだけなつきちゃんをちょっと映したい、なつきちゃんが足ります、今日もめっちゃ可愛いなつきちゃんですありがとう、コンテンツにでした、笑顔の話されてありがとうございます、髪型やばい、ねえ、花江、俺だ、レスくれ待って、本当だ、え、レスって何すればいいんですか、レスって言われても何していいか分かんないです、夏希ちゃんのルームにちょっとお邪魔してきました、キーラありがとうございます、花江頑張れ、ありがとうございます、いつも可愛い、優しい、キーラありがとうございます、人間国宝クラス、いや、なんかお世辞すぎて、お世辞すぎて、ユメも撮っておけばよかった、それでもこんなに可愛いな、すごい、花江、俺だ、レスだ
か言うからだよ。隣のルームからめちゃめちゃ声が聞こえてくる。夏希ちゃん映したい。なんかミラーボール回ってる。そう、なんかミラーボール回ってる。ありがとうございます。カラオケしてないんだけど。冷静だね。夏希ちゃんはめっちゃ可愛い服を着てますね。そう、今日は2部はセーラー服を着ました。そっか、今まだ2部の学校か。そうそうそう。でもね、うん、なんかあのショールームではパーカーを着るって思ってたんだけど、うん、どんどんさ、どんどん制服見えてきちゃって。え、うちもここ見えてる。チャイナで見えちゃうよね。うん、無理、諦めよう。それは諦めよう。諦めるしかないよ。ツアーファイナル女性枠から、あ、言ってたよね。ありがとうございます。女性枠なら見つけやすい気がする。ありがとうございます。何か分かんないっていう。確かに。そう、花江ちゃんいる。何もしなくても可愛い。優しい。スイスイがいます、隣に。スイ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 。ミラーボールたくさんありがとうございます。花江ポーズが見たいんですよ。お嬢様じゃないです、私。スイスイ、オレダレスクリってほら、こっち側にもあるよ。ほんとだ。花江ハムにオレダレスクリあった。なんかレスレスレス。ちょっとレスしてきます。あ、こんにちは、レスしに来ました。さあ絶対自分のルームではやらないんだけど。自分のルームではやらないのに、うちのルームだってやってくれた。神対応、超神対応の月ちゃん、優しい。レス欲しい。え、でもレスって何か、何すればいいか分かんないので、レスじゃなくてハートとか指ハートとか書いてくださった方が、あの、あの反応に困ってしまうので、レスくれとかレス欲しいだけだと反応を何てすればいいんだろうってなって、手を振るだけで終わっちゃいます。ごめんなさい。くまさん、たくさんありがとうございます。あ、かわいいスタンプありがとうございます。こんにちは。夏希、俺だレスくれだって。あ、ちょっとさ、あのさ、あのさ、私が花江ルームだったらレスするからってさ、そっちにいたんでしょ。こんにちは。タコありがとう。ハート欲しい。ハートハートありがとう。ハートありがとう。仲良しさんです。ここ一番の笑顔。見なかった。僕はスイスイしか。笑顔って難しい。俺だ、指差くれ、指差し。え、そんな感じで何々って言ってくださった方がすごい助かります。こんにちは。スイスイ。チャイナがちらっと、そうなんで、ちょっと映っちゃってるんですけど。あのさ、隣の教室に行って騒ぐやつみたいな感じでさ、なんか騒いでる。お金欲しいです。それは無理だ。ハートありがとう。指さしてウィンクください。指さしてウィンク。ごめんなさい、あの、私ウィンクできないんですよね。終わりました。メール載せるかも。花江好きすぎて、え、優しい。やった。じゃあ僕も花江ちゃんルームに、あ、花江ちゃんルームに行かれる方が。元気、笑顔の教えてありがとうございます。嘆きキスしてください。それかなりハードル高い。お昼元気いっぱい。いや、なんかみんながいるのでちょっとテンションが高くなってます。あ、そうだ、よいしょ。ちゃんと持ってきたんです、私。今ショールーム選抜のイベントに参加させていただいております。星集めだったり50カウントだったり、あの、お時間があるときにぜひしてくださると嬉しいです。 SMS 認証も忘れずにお願いいたします。あと、フォローも忘れずにお願いします。なんかお願いすることばっかでごめんなさい。ハートありがとう。よいしょ。今何分、今何分、何分41。え、待って、充電切れたらどうしよう。今日の配信スケジュールはこちらになります。あ、半顔でちょうどいい感じ。待って、どれだ。今2枠目で、ごめんなさい、何分だ、20分か、20分から配信ルール。もういないですよ。
はい、20分から配信する予定がごめんなさい、半ぐらいからになっちゃって、半過ぎかな、ごめんなさい、本当にごめんなさい。皆さん星投げとか考えて時間なのにごめんなさい。50分じゃなくて55分とかできるだけギリギリまでやると思います。でその次が5時35分からです。5時35分あと、それから10時11時の枠だけ1時間です。最後は11時半24時の枠になります。すいません、本当にちょっと頑張りたいなって思ってて、そうですね、ちょっと頑張りたいなって思ってめっちゃ枠を組んでしまったので、時間があるときに星投げとか星集めとかカウントとかしてくださるとすごい嬉しいです。お願いします。ギリギリ後ろに下がってて、私もそうしたいんだけど、私ね意外と後ろ下がってたのが見えるよね。笑顔のあなたにてありがとうございます。距離が遠い、そうなんだよね、釣りがせるだから絶妙な。でもあれウインクはできないですし、ちょっと投げキッスはハードルが高いです。こんにちは、楽しそうなお姉さん可愛いです。優しいって分かってから、こちら星集めじゃなくて星投げでしょ。あ、ごめんなさい。でも星投げもお時間かかるのでありがとうございます。版画を隣から来ました。あ、どっち隣。ただいま。お返しは花絵の笑顔なんで、花絵の笑顔の花、初見です。隣から来たよ、隣から。多分夏希ちゃんのルームかな。初見さんなのかな、本当に貯金マークないけど、ありがとうございます。フォローしてある、ありがとうございます。あんたは偉い。どういうことだろう、配信してってことかな。ありがとうございます。あ、タコさんありがとうございます。参照できんかった、ごめんなさい。私の時間がずれちゃったからですよね多分、ごめんなさい。ちょっとずれちゃったんです、ごめんなさい。お星様ありがとうございます。そうなんです、クマさんやろうと思って25分ぐらい苦戦したんですけど、こっち側がまだできてなくて、ちょっと諦めて4部は高めのツインテール2つになるかもしれないんですけど、いや待って、配信しながら結べばいいんだ。今花江の投げキッス、ちょっと投げキッスレベル高い。おしゃべり会でウィンクして、ウィンク頑張るんですけどできないです。花江ちゃんってさ、ウィンクできる人？できない人。一緒にやって。できない人なんだけど、すいません、ちょっと夏希ちゃんルームにウィンクをしに来ます。ウィンクできない。せーの。できない。ごめんなさい。貴重でした。すいません、私ウィンクできないんです。なつきちゃんのルームで一緒にウィンクをしてきたんですけどできませんでした。枠が多いと本気度が見えるからいいと思う。ちょっと待って、そうですね、ちょっと本気で頑張ろうって思うような悔しい出来事が最近多かったので頑張ろうと思ってます。そうなんです、 NGT には今可愛い人がたくさん、隣にも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 可愛い人がたくさんいるんです。頑張ってね、頑張ります、ありがとうございます。スイス仲良しです。笑顔のお話相手ありがとうございます。ちゃんとご飯食べてね、食べます。賢い賢い。花江ルームからお邪魔します。来る、あ、そっちから、あ、そういうことか。なんて理解した。花江ちゃんルームからちょっと様子を伺いに行って。なるほど、さっきありがとう、ありがとうございました。なんてコンタクトがずれてる。こんにちは、あ、ハートありがとうございます。アナログコラボ配信、そうなんです、実際のなんていうの、人が2人の実際のアナログコラボ、オンラインで投げキッス。じゃあおしゃべり会だったらちょっと頑張るんですけど、あんまりちょっと得意じゃないのでぎこちなかったらごめんなさい。こんにちは、初見さんでありがとうございます。ハート、ハートありがとう。夏希、俺でウインクくれ。誰
この方わかりました、ウィンクしてきます。待って、なんかさすごいちょっと待って、もうちょっとこっちでもいいのか、行きます。できない、え、すごい、なつきちゃんのウィンクでした。どや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 ハートありがとうございます。ウィンクしてきた、なつきちゃんのウィンクなんてもうレアですよ。レアじゃないのかもしれない。ハートありがとうございます。ウィンク見てきました。ありがとうございます。ウィンクでも私全然できてなかったんです。花ポーズ。今日のぬいぬい、ごめんなさい、持ってきてないこっち。チャイナです。ちょっと見えてる。次の3部がチャイナなんです。こんにちは。ウィンクじゃなく、ウィンクじゃないんです。あ、お誕生日おめでとうございます。7位に上がった、あ、そうなんです、あの初日県外で、県外から始まって昨日のお昼段階で9位で、今日7位まで上がって上がったので、置いてかないから一緒にコラボ配信しような、つきちゃんと今度コラボ配信しますあ、なんだっけ、何の話してたっけ、コラボ配信しますって断言してた断言しちゃった、ごめんなさい。そうなんです、皆さんのおかげでちょっとずつ上がってきてて、今まで朝昼夜とかじゃなくて夜にまとめてだったんですけど、でもそれでもあの2つずつとか結構上がって、皆さんのおかげで上げさせていただいているので、ちょっとこの勢いで今日明日本当に頑張って選抜入りたいですね、頑張ります。のつき、俺だ、キスしてくれ、それは無理だ、そりゃ無理だそうです、どんまい、バイバイ、どんまい、どんまいやばい大丈夫、この方だから、この方だから大丈夫よ、さんざん塩対応してきた方だから、ごめんなさい、わちゃわちゃしてるだるまさんありがとうございます、だるまさんたくさんありがとうございます、あまり可愛いメンバー映さないようにしてください、推しが増える、そうですね、なつきちゃん映したらなつきちゃんの、なつきちゃん推しになっちゃいます、皆さん本当に、だるまさんこんにちは、あー来てくださってありがとうございます、なんか花江ちゃんにいろいろ言われてる気がする、え、夏き、夏キッチウインクくれくれもうめっちゃくるんだけど、すごい、ウインクめっちゃしてくれます、超かみたいよ、夏きちゃん、ハート、だるまさんありがとうございます、待ってコメント止めちゃった、ごめんなさい、ちょっと飛ばし飛ばしいきます、3部も楽しみ、あのちょっと3部までに頑張って仮面の方をどうにかしたいんですけど、あ、そうだ、配信しながらも死亡とか言って、ちゃんとインクできてたよ、え、めっちゃ優しい、1ミリもできてなかったのに、楽しい、なんか順位の話をしながら勝手にコラボ決めてごめんなさい、笑顔の話されてありがとうございます、コラボ配信楽しみ、私もきっといつかできるので楽しみにしててください、なんか順位の話してたと思ったらいきなりコラボの話言っちゃってごめんなさい、よく頑張ってる、優しい、笑顔の話されてありがとうございます、みんなお姉ちゃん好きだから、うん、優しい、7位なんです、頑張ります、そうなんですよね、じゃなくやりますよ、なんか何々したいですとかじゃなくてしますとかなりますとかの方が断言でき、断言した方がなんか実現しやすいと思うので、できるだけ断言するように意識をしております、平日夜は見れなかった、平日夜は見れなかった、ごめんなさい、どういうこと、今日土曜日だから、あ、でも昨日の夜来てくださった気がする、でも全然平日の夜とか、あ、今までってことかな、全然大丈夫です、本当に時間に余裕があるときに来てくださると嬉しいです、
病まれた病まれた病んだ病んだあれなんで病んだのさっき多分言ってくれなかったからじゃない、ネギキスしなかったから病んだ、うん、多分夏希ちゃんと話したい、タコタコありがとうございます。えでも話してくれないよ、ウインク上手、私ウインクできてなかったのに、何でも優しすぎる。俺は花江ちゃんと丸丸ちゃんだけです、ゆきちゃんだけですですよね、知ってます。皆さんの他の推しの方もすっごいよく把握してます。私ね、どうしたんだろうこのうんっていう涙、笑顔のあの咲いてありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。髪結ばないと間に合わない、ハートたくさん、だるまさんありがとうございます。だるまさん赤色の服装、そうなんです、チャイナドレスなんです。こんにちは、こちら休み前だもん、何がだろう。サンキュー2人だけありがとうございます。本当にちょっと髪を結ばさせてください、間に合わない。でも散々頑張ったけど、散々頑張ったけど、ごめんぶつかっちゃった、ごめんごめんね、あ、触りにいたの、ごめん、ぶつかりに行っちゃってさ、え、こっち来ないでって言ってかと思った。もう3回チャレンジしたけど、このクマさんみたいなお団子ができなくて苦戦しております。待って、もう団長読みをしなきゃいけない時間っぽい。花江ちゃん倒しだよ、え、本当ですか、嬉しい。え、ちょっとやばい、髪がやばい、好み来なかったことに、え、なんで、忘れないでくださいよ、また来てください。こんにちは、自分でできるの、いや、自分でやるしかないから、自分でやってるだけで全然できないので、何回目の挑戦って感じ。頑張ります。なう53分53秒、あ待って、コンタクトがずれた、やばい。あ、コバありがとうございます。やばい、終わらなきゃいけない時間っぽいです。私も待って、どうやってやるんだっけ、待って、あ待って、できてない。おしゃべり会楽しんできます、ありがとうございます。やばい、できない、どうしよう、できない。次の部行きます。え、さっきも来てくださった、ありがとうございます。たくさん話しましょう。ちょっとできない、え、ちょっとできないけど、こんな感じの雰囲気で許してください、ごめんなさい。これでももう合計30分ぐらい挑戦してできてないです。くまさん花へポーズして、ちょっと注目してみます、ありがとうございます。注目してみてください。待って、やばい、ちょっと2時から3分なんですよね私。男女読みをしたいんだけど、あ、なんかボサボサだけど、ちょっと許してください。これで切ります、バイバーイ。くるくるってして最後どうすれば、ゴムで止めてます。よし、男女読みします。1位ケンジの一押しは花江さんです。さんありがとうございます、花江ポーズありがとうございます。2位シューリーズ中ブランドさん、あーありがとうございます。クマ結んである、さっき結んだ、ありがとうございます。3位コミュニストさん、ありがとうございます。コロンポーズありがとうございます。時間がやばい、ごめんなさい。4位ライスちゃん、ありがとう、いつもピース。待って、待って、更新されちゃった。3位トコマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位孫四郎さん、ありがとうございます。ピース、ありがとうございます。7位のんださん、ありがとうございます。うさぎありがとうございます。8位パンダの太陽さん、ありがとうございます。エビハート。9位線香町寿司さん、ありがとうございます。ハンドありがとうございます。10位ウルグスさん、ありがとうございます。11位キリさん、ありがとうございます。12位花花さん、ありがとうございます。13位ヘッポコさん、ありがとうございます。ありがとうございました。やばい、スマホの充電が切れるし時間もまずい、ありがとうございました。また次の配信は5時35分からです。また。